大学ごはんミッション編。ミッションをもとにスタジオ出演者が食べたことのない絶品グルメを探し出す。今回は高知県須崎市、どんな絶品グルメと出会えるんでしょうか。どうも、ガンバライダー。とにかく珍しい絶品グルメを探せ。めっちゃシンプル。とにかく珍しい。かわいいな、なんか。お母さん、すいません。メジカ。メジカ、うん、メジカという魚があるが詳しくはわからないとのことで、引き続きリサーチ。するとこちらの男性が、何行くや、あの岸壁へ。あそこ入ってもいいですか。あの全然許可取ってないですけど。我慢。ありがとうございます。なんと競りをやっていた魚市場の中の日陰で話を聞いてくれることに。進行。進行。そうだ、何それ。稚魚。それがメジカになる。カツオの稚魚、うん、2ヶ月ぐらいしかないんやで、その食べる期間が2ヶ月ぐらい。2ヶ月間しか、うん、めっちゃレアじゃないですか。そうだから、これメジカ。これがメジカ。すごい、見せていただけるなんて、もうなんか可愛い。その後もいろいろな魚を見せていただいたが、この男性は一体組合長さん。え、お父さん組合長だったんですか。すみません、もうずうずうしく声かけて。2ヶ月間しか食べられないそうなので、とにかくレア。もう行きたいと思います、メジカの新子。ということで、メジカの新子が食べられるという地元で人気のお店、魚鷹さんへ。もう香りがすごい。うわー、これがメジカの新子なんだ。はじめまして。ブシカンという柑橘類をたっぷりとかけて醤油につけて食べるのが定番の食べ方。うまー。食感がもうもっちもち、甘みが強いっすね。ブシュカンかけてるから上品な香りと酸味、これが合う。後味までうまい。須崎市のメジカの進化、スタジオの大久保さん、食べたことありますか。めっちゃレアですよ。